実は全部そういうのが愛やったっていうのが返ってきてすごいハッてして今までそういうふうに言われてもう言い返したいけど怖くて言い返されへんかったりとかがあってしてたけどそういうふうなのも全部お父さんの愛やったんやってハッてすごいしてそういうことかっていうのに気づいてなんかそっからよりお父さんに対してなんかこう 見る目がまた変わって、今までは学校行くことを反対されてたりしてたけど、それを初めて沖縄のリトリートに行った時に、のすぐ後にお父さんが行けるなら行ったらいいけど、無理なら無理でいいって言って認めてくれた感じがあって、そこからはお父さんに対してイライラすることが全然なくって、で、ずっとうまいこと言ってて、 で、いい調子とかって思ってたけど、さらにお父さんの見方が変わって、もっとなんかこう、お父さんのこと大事にしてあげようとかっていうふうに思って、すごい大きな気づきを得て、なんか、さらに自分にそういうふうなエネルギーを使うとか、そういうふうなのができるようになったりとか、あの、お父さんの思ってることというか、無意識にやってることとかを、が気づけて、すごいなんかこう、 こう2日3日ぐらいの話やけどすごいなんか長くその2日3日が感じるぐらいいろいろ大きなことがどんどん自分の中に入ってきてさらになんか右肩上がりに物事が進みそうな感じで悩んでることも特になくってあのー、ずっといい調子で前も言った てたけどあのほんまにクーさんとコトリンに撮影の時に会ってからずっと右肩上がりでいい方向にどん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 進んでるから悩みも特にないしなんか誰かと揉めてるとかそういう風なのもないしずっといい調子で進めててこれからまだまだなんかいろいろできることは増えてお母さんと2人になれるじゃないけどお姉ちゃんが家出る ことになるからそうなったらお母さんと2人でできることが増えたりお姉ちゃんの前へと言われへんけどお父さんに言いたいことが言えたりとかがあったりしてで今日も夕方お姉ちゃんにスピリチュアルな話をしてたけど別に大して嫌そうな顔もせずそういうふうなのって気持ちの持ちようが大事やんなみたいな共感してくれて。 一番うのお姉ちゃんはそれが一回あったけど、二番目のお姉ちゃんはもう全然なんかお姉ちゃん、一番うのお姉ちゃんが言ってることに同じように共感みたいなのも別になかったけど、今日の夕方急に普通に話を聞いてくれて、二番目のお姉ちゃんも開いてるっていうふうなのがあんまり実感する時がなかったけど、あちょっと理解してくれてるんやなって思って、それも嬉しくって、なんか、 悲しいとか寂しいとかなんかイライラするとかもあるけどそっちよりもなんか楽しいとかこの先なんか面白いことが起きそうです,すごい楽しみとかの方が勝っててなんか相談するとかすごい困っててどうしようとかもなくってなんかどん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 いい方向に進めててそれが最近なんか。 まだまだ面白いことがこの先ありそうで楽しみっていうのがすごい強くなってなんかあんまりこの先悩みもおっきな悩みはあってもこれが悩んでって,て毎回毎回悩むようなことがなさそうって自分で思えるぐらいなんか自分も成長したしそれに合わせて周りもなんか成長したなじゃないけどっていうのを最近強く思うようになって より実感させることがすごく多くなったなって思います。